国の政治家王朝明政権の要人王朝明の日本語通訳を務めた人物として知られる日本へ留学し1932年に九州帝国大学法文学部法科を卒業する帰国後は王朝明の日本語通訳を務めた1937年末の時点では外交部情報士課長兼外交部研究専員となっている。 翌1938年5月、朱隆首相は、王朝明の命を受けて、孔宗岳と共に、東京に赴き、日本側との交渉に当たった。1939年5月末、王朝明が日本に逃れ、首相の平沼喜一郎らと交渉を行った際には、朱が通訳を務めている。8月、朱は大派の中国国民党中央委員に任命された。 十一月、修復会、当帰生、梅市平とともに、影佐佐田明との間で、日華新関係調整要項について、交渉を行った。王朝明政権発足直前の九百四十年三月二十六日、周隆市長は、中央政治委員会外交専門委員会委員に、任ぜられる。四月、外交部長務次長代理系が鈴市長となり、七月には、正式に、 常務次長に任命された。8月、東海外党務委員会委員に指名される。翌1941年2月、党は連盟中。6月、王朝明に随従して、日本に赴き、昭和天皇や首相のこの恵ふみなどとの会談で通訳を務めた。10月、外交部政務次長となる。1942年2月、実局作詞に委員会副秘書長に任ぜられる。 翌1943年1月、外交部次長となった。2月に新国民運動促進委員会委員と、行政的適産管理委員会委員に任ぜられる。4月、国民政府政務33に、5月、上海フランス戦艦疎開接収委員に任ぜられた。9月、行政院秘書長に昇進した。十一月、大東ア会議に出席する、王明に随従し、 やはり州が通訳を務めている。1944年5月、中央政治委員会最高国防会議副秘書長となり、11月に王が病没すると国民政府文官庁に移り、陳君広の下でも日本語通訳を務めた。王長明政権崩壊後の1945年8月25日に陳君広と共に日本へ亡命したが、10月、 帰国を強いられることとなる。周高市長は反逆罪で国民政府から無期懲役を言い渡された。1969年、上海で病没。去年65、ありがとうございます。